キチャンネル。じゃん、月曜日総チェック、はい、のお時間でございます。ただいまですね、テレビ東京に来てまして、今日はあの楽天対西武戦を仙台で中継してから、そこから新幹線で戻ってきて、これから10時55分からスタートのみんなのスポーツに生出演、マンスリー MC が本田真凜ちゃんということでね、今週サザエがゲスト解説者で来てますけども、その時間をですね用いて総チェック、ちょっとパリーグ編だけまず取ってですね、そこからまたセリーグ、まとめてですね、家帰ってからまだちょっと時間がちょっとしかないんで、ね、分割して、なぜなら明日サザエですね、月曜日朝8時台の新幹線で、新神戸に行ってですね、甲南大学で講演をして帰ってくるという、このねスーパーハードスケジュールでやってますから、これ分割してね、できる限りのことで、やっていきたいと思います。ちょっと日曜日の試合はですね、しっかり見ましたけども、若干ねトークが短くなるかもわかんないですけども、そこは動画でしっかりお伝えしていきますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで行きましょう。まずはパリーグ、ロッテ対オリックス、24日0対5でオリックス、25日0対4でオリックス、26日3対2サヨナラ勝ちで、ロッテということで、オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、こちらね、今パリーグ3位4位5位がねかなりの接戦ということでね、この1勝1敗がね、まあ、大きく順位が変わりますけども、まあ、一喜一憂している場合じゃね、まだまだないっていうね、ところでは、ここら辺ね、まあ、ロッテが、ちょっとね、最後勝てたんでね、よかったですけども、まあ、オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、24日の試合ね、5対0でオリックスということで、オリックス先発山岡ね、9回108球、4安打5三振、2球1デッドボール無失点と、この日は15メートル前後の強風、まあ、これね、3連戦にわたって強風で、なかなか難しかったと思いますけども、まあ、そのね、強風の影響もなく変化球多種多彩、ね、完璧に再球グッド、ね、ナイスピッチング、しかも4年ぶりの完封ということでビッグビッグナイス、ね、でロッテ先発の、ね、元前、5回3分の1101球5安打5三振5四球3失点で自責点は1ということでね、こちらちょっとね風の影響をねもろに受けね、チェンジアップが不安定、若干ね抜けすぎると上に逃げていくっていうね、だからちょっと指かけて早めのチェンジアップ、スプリット、ツーシーム系のような軌道で、投げていくっていうところを、まあ、余儀なくされて若干不安定ありましたけども、まあ、しかしその中ねピンチ作るもしっかり粘りの投球で、抑えたっていうところはね、評価してもいいんじゃないでしょうか。まあ、その中でねやっぱり一番痛かったのが、まあ、6回ねですけども、まずね、オリックスはね2回に、足立がライト前ヒットで、佐野がレフト前ヒットで一三塁になって、ノーアウト一三塁、ここね、伏見ダブルプレーの間に1点を取るっていうね、まあ、ここ元前もこの状況1点しか勝てない、内野手も後ろに下がってもダブルプレー1点 OK ですよっていうね、この状況1、3塁を作った状況はねまずかったっていう中で、まあ、そこねピンチを作るけどもしっかりこれね1失点で抑えたっていうところは評価できるんじゃないですかね。でそこからね6回に行って問題のところです。先頭立ちねフォアボールで、その後ね、佐野がねセカンドゴロ、これをですね中村が若干ね焦って、まあピッチャーね元前のグラブに当たって変化するんだよね、でも中村が上でとこの正面来たから、これそのまま取ってセカンドにスローしてこうゲッツーいけるってなった時にランナー見えたんだよね。見えると同時にセカンドに投げることを焦ってボールから1回目を切ったことによって弾いてエラー、そしてランナー残ってノーアウト1塁になるっていうね、これねうまくいけばゲッツー、最低でもワンアウト取ったらここの失点はなかったんだけども、このねエラーが痛かった。中村バーッとちょっと合わせたね。でその中で次ね伏見のスリーバンド失敗、バーッとこちゃんと送らなきゃ、でもその後ね、紅林ところでワンアウトにてピッチャーね小野に交代っていうところでね、ツーボールワンストライクからねしっかり紅林がセンター前タイムリーヒットで、ワンアウト一三塁になってこれ救いになるんちゃうかっていうところでね、福田が初球ねセーフティースクイズでしっかりね3点目を取るっていうね、この3点目の取り方大きかったし、このね中村のエラーからっていうところではね、非常にもったいない点の取り方ね。でこの中でねこの6回途中ね小野が出てきて、ここストレートね風が全くつかめずにスライダーが全部風に煽られてボールで、2ボール1ストライクから3ボールもできない、まっすぐ取りに行ったところで紅林センター前っていうところで、まあこれねリリーフっていうのは、まあ、ブルペンムーブの中でやってきて、いきなり外出て、もう出たとこ勝負だから、その中であの強風をね、退治しなきゃいけないっていうところで、このリリーフピッチャーのね、この強風の中で、先発まで投げながらね、調整できるけども、リリーフっていうところは、回の先頭からだったらまだいいんだけど、こういうね、ピンチの状況でいきなり出ていって、その一人抑えろってなってくるとね、この風の影響を
つかめなかった場合、もうストレートしか投げる球なくてそれを打たれるっていうね、まさに小野がそういう状況にね、陥ったかなと。だからまあリリーフもね、強豪の中それ難しいんだけどね。でまあこの試合ね、オスナが日本初登板して、まあ、真っ直ぐカットボール、まあ力強さっていうのはホームになかったけども、まあ軽く投げてんのかなっていうところはあったけども、まあそこからね、どういうピッチングスタッツの中で投げていくかっていうところはね、注目の試合でしたね。であとオリックスはね、1回6回9回と得点ね、のできた、もっとできたんだけども、ここねしっかりしきれなかったっていうところはちょっと痛かったかなと。もうちょっとね楽な展開でいけたと思うんでね、初回もワンアウトね、一塁から吉田がライト前ヒット打って一三塁、その後杉本アウト三振で、中川がねレフトフライト、1点取れず、でそして、6回にもね、この2点取った後胸がもう1回っていうところでね、まあもう1本出ずで、9回ここもねしっかり吉田正尚のね、ホームランで2点っていうところはあるけども、まあその中でね、やっぱ胸、伏見、佐野のねバントでしっかり送れなかった、これバントで送れたらもうちょっとスムーズにねいってたっていうところ、バントで送れなかったっていうところもね、もうちょっと得点できたのにしきれなかったところで、まあ9回ねダメ押しの八木からね、吉田正尚がねツーランホームラン、もう場外かっていうね証明に当たって2点を取って、まあ5対0でねしっかり、まあロッテとしてはねもう4安打完封ですんで、もう特に見せ場なしっていうねところです。で25日、0対4でねオリックスっていうところで、オリックス先発山本ね8回105球4安打9三振2四球無失点と、まあ強風でね多少のコントロール苦労したんだろうけども、まあ危なげないピッチングでグッピッチね。でロッテ先発佐藤ね、6回110球11安打3三振1四球3失点、まあ11安打打たれて3失点、まあよく粘ったんちゃうかっていうね。であと山本のはね、ノーヒットノーランの後完封だったら2リーグ制後初だったんで、まあ8回ね無失点105球まあいけたんちゃうかっていうね、この記録はあったけども、まあそういったね記録もあったけどもっていうところはありますけども、まあ佐藤もね本当よく粘ったかなと。でオリックスはね、まあいい勝ち方だけども、1回2回4回このね1回2回4回で8安打と1四球9出塁してんだけど、それね1回2回4回でこの1点ずつしか取れなかったっていうところがね、もうちょっと爆発力があってもよかったんちゃうかっていうね。初回もね福田ツーベースで胸アウトになって、吉田がセンター前タイムリーヒットで、ワンアウト1塁から杉本がね、ダブルプレー、そして2回も、ワンアウトから紅林ヒット、佐野フォアボール、若月ヒットで、ワンアウト満塁から大城のセカンドゴロで、福田が、ライト前ヒットで1点取るけども、その後胸がねピッチャーライナーでアウト。で4回も、紅林ヒットで、佐野送りバントで若月内野安打で、ワンアウト1・3塁になって大城がタイムリーで、ワンアウト1・2塁から福田、宗っていうところがねアウトアウトっていうね、これもう一個バンバンって連打がつながったらもっと楽な展開で、勝ってたんじゃないのかなっていうねところはありますけども、基本ロッテはね2試合連続完封負けで、この試合も山本に、5安打、打つとなしです、コメントがないです。はい。でその中でね、ロッテで、あのルーキー八木ね、これ2日連続で吉田正尚に7回にねホームラン打たれるんだけども、この、まあ、打たれるのは仕方ないんだけども、打たれ方が悪い。このね24日のホームランもアウトコースストレート狙ったやつが真ん中若干インコース目に逆球に入ってホームランで、この25日のホームランも全く同じようにアウトコース狙ったやつが真ん中に入ってホームラン、だから打たれるのは悪くね、打たれるところも反省なんだけども、同じようなミスを2日連続でするっていうのはバッと、そこはもうちょっと考えてやらないと、同じミスを2日繰り返してそれをね、まあ打った吉田もすごいけども、同じような結果になるっていうのはもうちょっと意識して、あのそこしっかり投げれるようにやっていかないと、こう使いづらくなってくるね。はい。で、ロッテは攻撃5安打なんて何もなしです。はい。さあ26日、3対2ロッテのサヨナラ勝ちっていうところですけどね、まあミス合戦で失点ね、オリックスとしては3連勝できたのにもったいないっていうね試合展開になりましたけども、まあロッテは先発見場ね、オリックスは先発山崎福也っていうところでね、2回裏ロッテはねワンアウトから高部のライト前ヒットで、ワンアウト一塁になって茶谷の時に、高部が盗塁して、その盗塁したのを茶谷が空振り三振するんだけども、伏見が取りに行ったところパスボール、ランナー三塁、伏見にバーッと、なんかこうまっすぐだったんだけど、まっすぐも変化したっていうね、ところだけども、これが強風のマリンの怖さなのよね。それを取らなきゃ、その中でパスボール少ない、褒めてください皆さんね、伏見バーッとで三塁行って、ツーアウト三塁から松川がね高め甘めに入ってるセンター前にグッとないし、このこういうところでねしっかり1点を取れるかどうかっていうとも大事なんだよね。でもこのパスボールさえなかったら
一失点なかったかもわかんないね。でもロッテとしてはこういうところでしっかりヒットを打って1点取る、しかも下位打線でっていうね、この松川のヒットっていうのはちょっと大きかったかなと。で、5回の裏、松川がアウトで大井野がライト前ヒットで、ここで盗塁で格なくフォアボールで、ワンアウト一塁になって、ピッチャーがね黒木に変わって、ここでサインミス、伏見ホームランになってて、ホームラン俺のカラカン時を皆さん思い出したんじゃないですか。でも俺は取ったけどね、サインミスね、これ取れるかどうかもしょっぱい、俺は取ったけどね。まあでもね、あんな簡単に取れないんだよ、なかなかね。でそれで、パスボールになって大井野がね三塁にセーフっていうね、このミスバッテリーエラーで2点はねかなり痛い状況的にね。でその中、6回表ね、オリックスの攻撃、マッカーシーフォアボールで、藤見がアウトになって、栗林がセンタータイムリーツーベース、1点入って、でワンアウト2塁から福田フォアボールで、ワンアウト1、2塁から美馬のワイルドピッチだけど、あれ松川取れます、ほぼノーパン気味、シッチってね反応できず、まあ、あれ風の影響で思ったより曲がったんだろうね。で反応できず、ワイルドピッチ、ね、で2、3塁になって、宗のセカンドゴロの間に1点とね、2対2の同点っていうね、だからこのミス合戦っていうね、ところで、で最後にね勝負が、決まったのが11回の裏ね、ワンアウトから安田フォアボールで、ダイソー和田が出て、レアードがねセカンドゴロで、2アウト2塁になって、高部がね最後サヨナラヒットで、高部グッズナイスね、サヨナラ勝ちってなったんだけども、ロッテとしてはやっぱりね、相手のミスをしっかりついて、それをね総力っていうところで得点に結びつけたっていうのは非常にね大きかったし、オリックスもねそのパスボールで2失点っていうところでね、まあサインミスもあったけども、そこをしっかりやってれば3連勝できただけにね、正直、非常に、もったいない。であとオリックスとしてはやっぱ1回6回にね、吉田がチャンスで1本出なかったっていうね、まあダブルプレーっていうね、1塁からダブルプレーっていうのもあったけども、ここでね繋げたり1本出てたらね、まだ状況は変わったかなっていうところと、まあこれね8回ね、伏見がねセンターオーバーた、ツーベース打って、で、紅林セカンドローゴロから進塁なのか、ワンアウト三塁になって、福田ね、で、ダイソーは小田が出てきて、で、福田が空振り三振して、小田がギャンブルスタートを飛び出して、松川がサードで投げてアウト、松川グッズ。ナイスプレー。ね。だから、そのギャンブルスタートっていうのは、当たってから、振り出して、当たったのでゴーだからね、もう、振り出して走ってたら、それエンドランだからね。まさかサインエンドランじゃないよね。まあ、そこわかんないけども、そういったところではこれをね、もったいない。でもそのね、松川、アウト、グッズ。だから松川もね、あのワイルドピッチ、パスボールみたいなワイルドピッチあったけども、そのキャッチャーゴロね、セカンドに刺す、伏見のね、3回表ね、マッカーシーフォアボールで伏見のバントをね、処理してセカンドに刺すね、このピッ、三塁ね、出てたら空振りして、グッズ。だからバッテリーミスもね、しないように頑張って、あと今日もいいところでヒット通ったしね、まあ、これしっかり成長していってもらいたいなっていうところもあるし、オリックスはね、全体的にこれ2試合も勝ってるけど、バント失敗も多いからね、そういう細かいところをちゃんとやっていければ、もうちょっと上位いけるだけに、まあね、勝ち越したっていうところは大きいけども、ちょっとミスがね、勝った中でもバントのミスとかね、そういうところのミス、ちょっと目立ったかなっていうところはあります。結果ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いて、楽天対西武、24日3対4でセーブ、25日、0対2でセーブ、26日0対2でセーブ、セーブ3連勝っていうねところになりましたけども、まあね、24日4対3でセーブ、楽天先発田中マー君ね、6回92球6安打4三振無四球4失点と、まあ、全体的になんかフォームが軽く見えるんだよね。だからこの前の時のね、あの試合も同様にちょっと躍動感がないっていうかね、この力が入ってなくて、なんか全部が軽いようにまあ見えるっていうところでね、こうなんかちょっと力入ってないのかなっていうね、ちょっとなんかボールの質もね、ちょっと軽く感じるかなと。まあこれで自身6連敗ね、その間計27失点っていうところで、ちょっとね、状態的に悪いのかなっていう感じはしますね。西武先発高橋、5回103球、5安打4三振、6四球2失点と、まあ変化球もね、高くなって、高くなるか低めに投げようと思ったらとんでもなく低くなるかっていうところでね、ちょっと制球苦しんで、まあ5回でね、スパッと変えるんだけども、この交代、グッズ、ベンチね。良かったかなと、思います。で楽天は高橋コナンね、フォアボールから失点というところで、初回ねワンアウトから小深田フォアボールで、浅村ショートゴロで、ツーアウト一塁になって、島内がね、島内がライト前ヒットを打って、ツーアウト一塁になって、この銀次がねレフトにタイムリー、銀次くん、こういったところでね、外国人不在のところ銀次がねこうやって代打から昇格して打つっていうところのね、この勝負強さいいね。で2回太田がフォアボールで、武藤セカンドゴロで、西川もセカンドゴロで、小深田の時にワイルドピッチ、あれがね、森、取れない。あれは無理です。はい。で、ライト前、ヒット打って、小深田がね。
でここで1点取るんだけども、まあ、全体的にこの試合ね、小深田ね、タイミングの取り方も非常に良かったし、しっかり間があるからね、バッティング的にはグッてね、そういうフォアボールから出して相手のミスもね、ついてしっかりね、打つっていうね、この点の取り方としては非常に良かったね。で、西武はね、3回表、ワンアウトからね、ジャンセン、ライト前。ね、ここが、ジャンセンが打ち出すと、ちょっと西武打線ね、ちょっと嫌な感じ、怖くなるかなと。で、西川センターフライ。で、源田がセンター前。で、2アウト1、2塁から、川越がね、低めのストレート、同点、2ベース。グッチ。ナイス。で、4回表ね、で、山川、2ストライクから、スライダーね。だから、2ストライク、0ボール、2ストライクの割にスライダー甘いね。で、それをホームラン。で、6回川越もホームラン打って、きっちり逆転。で、その後はね、しっかりリリーフが抑え切るっていうところでは、西武としてはね、いい勝ち方。マー君としては、ちょっと躍動感ないところが気になるっていうね、ところ。で、25日もね、0対2で西武っていうところで、西武先発平井ね、6回78球、3安打2三振、1四球無失点と、まあ、ゆったりしたフォームで腕がしっかり振れて、まあ、いい形のこのフォームの中での緩急がついてるかなと。で、その中で、ストレート、スライダー、シュート、フォーク、全部腕の縁が同じで、特にね、左バッターへのアウトコース、右バッターへのアウトコースっていうところの制球、そして低めのコントロール、非常にグッピッチだったかなと。で、楽天先発、唐島ね、7回103球、4安打2三振、2四球、1デッドボール2失点と、まあこちらもね、本当に緩急つけて、このね、怪我から復帰して1軍登板してからは、まあ安定的。まあこれでね、まあ結果負けだけど、唐島はね、攻められない。まあ、ジャンセンの一発のみっていうところでね、このジャンセン、7回ね、まあ、唐島としてはこのね、復帰した後の最長イニング入ってくるけども、ワンアウトから山川にデッドボール、で、その先センターフライに打ち取って、ツーアウト一塁からジャンセンにね、チェンジアップ高めに打ったところをレフトへホームラン、ジャンセン、グッチ。ね。で、しかも、お互いね、西武は4安打、楽天は3安打っていうところで、ほぼチャンスのない中、一発でね、試合が決まったかなと。で、この日もね、水上平松田と、2日続けてね、非常にいいリリーフ陣のグッピッチというところはね、続いたかなと。だから24日もね、水上平松田投げてね。で、この25日も水上平松田、グッチリリーフ。ね。そして日曜日ね、26日、0対2でね、西武っていうところで、この日もね、西武先発、与座。7回96球、4安打4三振、1四球、1デッドボール、無失点というところで、楽天打線はね、本当に茂木小深田、島内銀次、辰巳岡島、鈴木大地というところ、太田と浅村以外全員ね、左並べて、この与座のね、攻略っていうところだったけども、このストレートは若干差し込まれて、変化球はね、ちょっと前に出されるっていうね、この与座、森にね、まんまとやられた配球でね、全体的には、与座はね、4安打っていうね、ところで。で、まあ、フォアボールも出ても1個ずつっていうね、非常に安定したところのね、ピッチング、グッピッチングだったんじゃないでしょうか。で、楽天先発早川ね、5回3分の2、95球、7安打3三振、2失点。まあ、でもこの2失点は山川のホームランだけだからね、しかもこの試合はね、前回和田とね、投げたソフトバンク戦、立ち上がり3回まで 45% っていうストレートの比率、ちょっと変化球多いんじゃないのかっていうところはね、この動画でも言いました。逆にね、和田は 75% がストレート。もっとね、和田を見習ってね、ストレートありきの変化球っていうところを見直して、もうちょっと配球した方がどうかっていうところはね、前の動画でも言いましたけど、この日はですね、3回までストレート平均、ストレートの確率平均 60% 約っていうね、前回より 15% アップしてるんだよね。で、そういった中でカットボール、チェンジアップっていうところが非常に生きてですね、この日も立ち上がり完璧な、ピッチング、特にね、この初回、山川への打席、インコースインコースカットカットってついて、ストレートも含めてついて、最後チェンジアップで落とすっていうね、完璧な投球割合でしっかり抑えて、4回先頭のね、山川に対して多分太田も含めて、こう、インコース1打席目で攻めたから、狙われたら嫌やなっていう思いが強くて、外入りのチェンジアップになって、それをね、外、外、外って言って、右中間へホームランっていうね、山川、グッチ。200号ホームラン。日本人最速、グッチ。おめでとう。ね。700試合を切るっていうね、素晴らしい記録だと思います。だからここもね、もうちょっと内をね、攻めてたらっていうところなんで、ちょっと若干ね、弱気になったかなっていうね、ところあります。1打席目成功してるだけにね、もうちょっと内、内、外っていうところはね、続けたかった。でもまあね、多分狙われてるのが怖かったのかなと。で、その後ね、6回、山川に対してね、今度はまあ、もう一回内返りでから行こうっていうね、ところで、カットボール。で、2球目カットストライク。で、3球目ね、ストレート行ったら若干甘めに入って、もう狙われてたようにレフトにね、確信ホームランっていうね。だからこれで後手後手踏んでんのよ。これ、ね、外、内成功した、外打たれた、じゃあもう一回内狙おう。それはね、バッターも狙ってくるのよ。だから、内成功した、もう一回内行くっていうね。
ところが欲しかったかなっていうね、ここは配球ね、後手踏んだかなと。まあでもね、この2本だけっていうところなんで、まあここら辺はバッテリーでね、そういうね、駆け引きの反省をしてですね、次に行かせてもらいたいなっていうところもあるし、まあその、早川も攻められないね、ホームラン2本だからね、そういったところでは、まあ次にね、行かせてもらいたい。で、西武としてはやっぱりね、この、やっぱりこの動画で何回も言ってるけど、やっぱ1、2番の出塁っていう鍵がある中で、今日も茂木小深田がね、ノーヒットっていうね、で、クリーンナップはね、1本ずつヒットを打ってる中で、やっぱその1、2番の出塁がないっていうところがね、まあこの得点力っていうところに、ちょっとね、低くなるかなっていう印象。あとこの日ね、水上、平増田っていうところがね、リリーフ使ってるから休ませたいっていうところでね、与座を7回までしっかり引っ張って、この7回ね、危なかったところでまあしっかり引っ張って、で、その後本田森明と抑えた、このリリーフ。Good. Nice. ね。で、あとやっぱり楽天はね、今日の中で言うとね、この、痛かったところは、3回裏、鈴木大地がね、ライトへツーベース、リクエストするかでも、足が先入っててセーフ。で、その後、太田、キャッチャーファールフライ。で、茂木小深田ダウト1点取れた。ここね、最低でもバント送ってたら、犠牲フライ何でも1点ね、入ったかもわかんないところ、この太田のバント失敗はね、非常に、痛かった。そして7回裏ね、島内ライト前、で、銀次センター前ヒットを打って、で、辰巳の送りバント、1、3、アウトでね、進塁させられなくて、で、岡島、ね、のセカンドゴロ。この先がビッグファインプレー。ね。あれもナイスプレー。で、鈴木大地デッドボールするけども、代打ね、田中が、前回見逃し三振してるっていう ところもあってね、初球から踏んでいくんだけども、ファーストライナーっていう、こんな中への攻撃も痛かった。このね、バントした時、与田のフィールディングも良かったけども、ジャンセンのあのサードへの戻りっていうね、あの速さがね、支えたダブルプレーっていうかね、バント封殺だったかなと。だから全体的にこのね、3回7回のこのバント失敗っていうところは楽天痛かったね。でもまあ、この僅差で物にして、西武はね、3連勝っていうところでね、素晴らしく2楽天とゲーム差をグッと詰めるっていうね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。西武、3連勝で勝ち越しです。さあ、ということで、テレビ東京みんなのスポーツ、ね、生放送終わりましてですね、自宅に帰ってきまして、引き続きやっていきましょう。で、冒頭でも言ったように、ちょっと月曜日ね、江南大学の方に朝8時台の新幹線で向かって、講演を終えて帰ってくるっていうところで、ちょっと日曜日の試合、全部ちゃんと、すいませんけど、全部ちゃんと見切れてなかったんですけども、ポイントを押さえた解説はできると思いますので、そこら辺ちょっとね、金曜日、土曜日よりもちょっと、しっかり見れてないんで、そこはちょっと忙しくて申し訳ないです。ちょっと薄くなりますけども、秋山のね、速報も出しましたから、ね、そこら辺はでもしっかりね、分かるようにお伝えしますんで、ぜひ見てください。ということで、続きまして、パリーグね、ソフトバンク対日本ハム、24日、5対1でソフトバンク、25日、3対0でソフトバンク、26日、3対2で日本ハムということで、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しっていうところになりましたね。24日ね、ソフトバンク先発戦が5回81球、3安打5三振、1四球1失点と、まあ、6回ね、途中の、6回始まる時の投球練習で、ね、肘の張りが出て、ちょっと違和感あって交代というところでね、まあ、前回よりはまだ良くなったなと思うんだけども、全体的にやっぱちょっと立ち投げ感否めないんだよね。下半身あんまり使えないで状態で投げるっていうね。だからそれが多少なりとも俺は肘に影響してると思うんだよね。そのこう上半身強く投げるっていうところでね。だからそこら辺はもうちょっとんでなんか一回抹消されるんじゃないのかっていう話なんでね。だからそこはもうちょっと下半身のね、沈み込みっていうか、下半身の力をうまく使いながら、フォームのバランス取らないと、ちょっと肘の違和感でね、なるの、今年2回目だからね、そういったところのちょっとフォームで、ちょっと負担あるんじゃないのかなっていう感じがしましたね。で、日本ハム先発、噂はね、5回3分の1、108球、9安打2三振、3四球5失点と、まあ、球数も多くなりね、で、終盤ね、ちょっと途中、サイン交換、なかなか合わないで、ちょっとイライラしてるような感じがあったかなっていうようなところも見えたし、あとまあ全体的にね、ちょっと球が高くて、ちょっとらしさ発揮できなかったなと。で、ソフトバンクはね、初回、三森フォアボール。で、シュートバント。柳田がね、ライト若干ね、タイミング崩されながらも完璧だね。ライトでツーラン。グッこれいい流れだね。出てバントでクリーンアップが打つっていうね。で、日本もね、2回表ね、浅間のホームランで追い上げるっていうのを見せるんだけども、すぐにね、2回の裏に2アウト1塁でね、三森がライトへね、タイムリーヒット。これね、大きかった。キーポイントはね、取られてちょっとハムにも流れ行くかなっていうところでね、しっかりそのね、裏に、取られたすぐ裏にね、この1点は非常に大きかったかな。で、ソフトバンクね、4回裏、中押しのね、場面で2アウトからメモにね、ショートで並んだ、これ盗塁してシュートがレフトでタイムリー。この流れも完璧。ガッて。ね。で、6回裏、ワンアウトから柳町がね、左中間にツーベース。で、ダイソーの村。で、ここでね、3塁盗塁。ガッて。
だから別に噂もね、ワンパターンのタイミングになってるわけじゃなかったんだけども、まあひょっとしたら1回もう2回見たら3回目は見ないっていうデータがあったかもしれない。だから多分野村としてはそれまでもう1回見てプッていうのもあったんだよね、何回も。でも1回2回見てゴーって走ったから、ひょっとしたらその今までの傾向データで噂はセカンド3回は見ないよと、1回見て2回見る可能性あるけども3回は見ないと。だから2回見たらタイミングがあったら行けっていうようなね、癖がひょっとしたらあったのかもしれない。そこでね、しっかり盗塁して回のねセンター前でダメ抜しに行って、これもねいい形の、もうスタート良すぎてね、キャッチャー投げられずっていうところだったからね、そういった意味ではこの走塁からの1点っていうのも大きかったかな。で、日本ハムはね、初回2アウト1・3塁でダブルスチール見破られてね、回が移動して3塁アウトっていうね、さすがにもう奇策じゃない、やるってどこもわかる。だから逆に言うとこのパターンを生かしてもう一三塁だったらサード突っ込んでくるぜっていうので、もう楽々ファーストランナーをセカンドへ盗塁できるっていう、この今までやってきたことを逆に使って盗塁を簡単にして二三塁で勝負するっていう形にねするためのダブルスチールっていうところもあるんだよね。相手にそのセカンドをね刺さないようにする、だからそういうのにもうそろそろ切り替えた方がいいね。さすがに何回もねしてたら、交流戦のカープは引っかかったけども、そらソフトバンクも、そら2アウト1、3塁で、なんかあるぞって思うからね。そういった意味では、もうそんなにね、この奇策っていうのはたまにやるから聞くことであって、何回もやったらそんな通用しないんじゃないのかなっていう感じはありましたね。続いて、25日ね、3対0でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発大関ね、9回102球、4安打6三振、無四球無失点と。まあ、日本ハムはね、対、右バッター、ね、この大関被打率ね高いっていうことがね、対左より高いっていうことを知ってて右8に並べたんだよね。で、まあ別にそれはいいとして、別にまあそこでね対策が何かあるんだったらそれはそれでいいとしても、対策がね全く見えなくて、全員同じような攻めで内に速い球、外にフォークっていう右バッターね、で外にも速い球、だから速い球で落とすっていうところの、結局どっちつかずになって無四球で完封されてんだよね。だからそのひょっとしたら対策あったのかもしれないけど、ちょっと見えなかったね。だから大関海野もこの対応してこないから、もう早く落とす早く落とすで多分面白かったと思う。だからこのやるのはいいんだけども、そのなぜそうしたのかっていうところの思いつきなのかなっていうところが見えて、それだったらその中でもこうなったらこのパターン多いと、だからこれ狙っていこうと、そしたらね攻略できるよと、今までの選手たちはねチームはこれそれをね対策してないと、これ対策したらいけるからこの対策法でいこうって言って、まあひょっとしたらあったのかもわかんないけど、全然試合見てたら見えなかったね。まあそこはね完璧に大関が完封っていうね、ところと、で日本ハム先発伊藤ね、6回100球、6安打3三振、2四球2失点と、まあこれはもう攻められないね。伊藤としてはいいピッチングよ。まあその中でね、ソフトバンク4回裏ね、今宮フォアボール、柳町レフト前ヒット、で中村バントね、これね、伊藤握りか、握りね、ちゃんと握りってたらサードアウトにできたけど、握り直して、まあこれね、ファースト投げるしかなくて、で、こう、海野の、サードゴロフィールダッシュ率、これ三塁ランナー今宮グスタートね。でここでね野村、これも握り直すんだよね。あのままホームも投げててもセーフなんだから、あそこはファースト投げてほしかったね。でこれで結果ね、また、ワンアウト一三塁のまま三森がね、センターへ犠牲フライっていうところで、まあソフトバンクとしては下位打線に2点取ったっていうのは非常にいい攻撃だったけども、この三森の犠牲フライっていうのは無駄な1点だね。日本ハムからすればね、あれは無理やりでもホーム投げないでファースト投げとけばね、この1点っていうのはなかったかなと。で8回裏ね、ピッチャー川野からね、まあキャラカーブね、待ってライトスタンドグホームランね。でもピッチャー大関が抑えて、ね、取れる時に取るっていうね、完璧な試合展開で、26日はね、3対2で日本ハムというところで、日本ハムポンセね、先発、5回3分の1、77球、3安打4三振、無四球2失点と、まあ、評価はね、ちょっと次回も見てっていうところになりますけども、まあ、まっすぐカットボール、ツーシーム、ナックルカーブ、チェンジアップと、まあ、球持ち良かったね。
非常に球持ちよくて、ストレートパーンって走って、チェンジアップとか緩急しっかりつくから、そういった面では、ソフトバンク打線もちょっと対応をね、手こずったんじゃないのかなっていうところで、非常にね、無四球っていうところも、グッピッチだったと思います。で、ソフトバンク先発レイね、6回88球、4安打7三振、1球1点と、まあ、まっすぐ、カットボール系のスライダー、ツーシーム、チェンジアップと、まあ、ストライク先行で勝負できたっていうのもあるし、たまにボール先行するんだけど、そういったところでも安定した制球力あるから、そんなに不安要素はなかったね。まあ、安定的なピッチング、あとはカットボールの精度っていうところはね、非常に対角線ね、良かったと思います。まあ、2回ね、今宮のサードゴロで三塁ランナーね、牧原がホームに突っ込んでくるんだけど、ぐっそり。ね。で、キャッチャーね、石川もね、もうホーム無理やって言って、それをね、そのままファーストに投げてね、ファーストアウトにとってね、このキャッチャー石川の、その無理しなくてファースト一つアウトに行ったっていうのはね、グッとね。だから昨日の野村とは正反対でね、そこ無理やりタッチってなるよりは、無理やって分かった、そのままファーストに投げてね、このバッターランナーアウトにするっていうのは、非常にいい判断だったと思います。で、まあ、日本ハムはね、一発攻勢で、5回ね、ヌニエスのホームランに同点に追いつくけども、6回裏ね、ここでね、先頭中村ね、ファーストゴロ、ちょっと後ろでね、ファーストと下がりながら取ってね、投げたけど、ポンセが落としてね、捕球ミスで出塁させて、で、回バント。で、ワンアウト二塁になってからね、セカンドランナーはダイソー、明石が出てきて、バッターね、三森がレフトでね、勝ち越しのタイムリーツーベースっていうね、この1点取っては、このまま行くかなっていうね、このままもう行くかなっていうところで、8回なんと、ピッチャーね、藤井から又吉に代わって、上川畑が、打った瞬間ホームラン、ガッて、ナイスホームラン。ちょっと、ソフトバンクもリリーフバタつくときたまにあるね。いい感じでね、前半は来てただけにね。で、これ同点に追いついて。まあ、その後ね、日本ハムのね、リリースもね、ポンセ終わってから福田西村、北山鈴木、石川堀とね、非常によくね、踏ん張って、まあ、石川ね、この2本ヒット打たれて、最後ね、バタついてピンチ作るけども、全体的にはね、非常にリリーフが踏ん張ったからと。で、10回表ね、日本ハムの攻撃、ワンアウトからね、上川畑フォアボールっていうね、まあ、ピッチャーつもり。このフォアボール痛かったね。で、石川送りバントして、2アウト2塁になったところで、万波に代わって代打石井ね、ボテボテのピッチャーゴロ、ファーストヘッドスライディングね、加山もあれ無理して投げなくても完全タイミングセーフだったからね、でそれが悪送球になって、ね、上川畑ホームインっていうところでね、この決勝点がミスによるっていうね、ソフトバンクとしては非常に、もったいないね、敗戦になったし、逆にね、本当に上川畑のね、このフォアボールからの出塁からによってのね、生還、だから8回もホームランっていうね、この終盤の上川畑の活躍非常に多かった。でね、まあ、10回裏のね、ソフトバンク、ピッチャーね、石川がマウンド上がるかでも、センター牧原がね、センター前ヒット。で、今宮三振。で、柳町ライト前ヒットで、この1、3塁作ってね、で、明石の時にね、三振。まあ、盗塁もするんだけどね、で、2アウト2、3塁から代打マッチもアウトっていうところでもう1本ね、なかなか出なかったけども、まあ、日本ハムとしてはね、非常にいい形でね、最後踏ん張り粘って、この交流戦明けのね、レギュラーシーズン戻ってきて、まあ、今季っていうか戻ってきての初勝利っていうところで、まあ来週からね、また気持ちを切り替えていい形で戦えるんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。さあ、続いてセリーグ。セリーグはですね、すいません、日曜日の試合はちょっと経過送り的になりますけども、ちょっと見れてないんで、詳しいことなかなか言えませんけども、ごめんなさいね。しっかりお伝えします。まずは、ヤクルト対巨人、24日16対6でヤクルト、25日、19対5で巨人、26日11対10でヤクルトということで、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しですけども、総得点が、ヤクルト32点、で、巨人が35点だからね。すごい試合になりましたけども。まあ、24日の試合ね、16対6でヤクルトっていう方で、巨人先発菅野ね、5回81球、9安打3三振、1四球7失点と。まあ、体重がなんか前に乗ってないんだよね。体重が乗ってない。そこでね、なんか前を向か、ホームの方にしっかり体重乗って向かうっていうよりも、なんか回転で、横の回転で投げてる感じで、こうなると、やっぱ変化球の曲がりが速くなったりとか、ちょっと引っ掛け出したり抜け出したりするっていうところで、この前への推進力がちょっとないんじゃないかなって感じるね。で、ヤクルトの先発高橋ね、6回100球、4安打4三振、4四球、1デッドボール、2失点とね、こちらちょっと暴れてね、ちょっと立ち上がり、投球暴れ気味だったけども、まあ、ほんでいい球と悪い球はっきりしてたけども、とにかくね、まっすぐ力強い。これがね、まあ、持ち味だから、まあ、それでいいんだよ。暴れる感じでね。で、あとはね、カーブ、チェンジアップのね、抜け感がすごいっていうところでは、非常にね、グッピッチ。あとはもうね、ヤクルトのホームラン祭りだから、初回ね、中村が1号スリーラン。で、3回裏、中村ね、2号ツーラン。
で村上、6回裏ツーラン24号で7回裏にツーラン25号でとどめは長岡がね8回裏3号ソロっていう形でねホームラン。正直もうこういう試合解説しようがないです。ホームラン祭りだわっしょいわっしょいヤクルトと思ったらね、次の日25日ね5対19で巨人ということで、巨人ねシューメーカー5回3分の1 85球7安打3三振無四球4失点でヤクルトサイスニード、5回94球9安打6三振2四球7失点と、まあ、ヤクルトはねこの初回村上のサードゴロエラーの悪送球であのワイルドピッチで内山がね止めれなかった、あれはねやっぱ止めなきゃいけない、それがねちょっと痛かったね。それによって一気に得点がねガンガンガンって加算でいった、だから2点で終わったかも分かんないけども、その4失点になったっていうところはね、このミスっていうところは非常に痛かったけども、あとはもう巨人の打ちまくりだからね、まああれをねミスしてなくても負けたかも分かんない、正直そんなのが関係ないぐらいのね、今度は巨人が、2回表にマスタリック3号で3回表、ね、ポランコの9号5回表ウォーカー16号で6回表、丸が14号ツーラン6回表、ね、ポランコが10号スリーランで湯浅が、プロ入り初ホームラン、7回ツーランという形でね、まあもう今度は巨人のホームラン祭りというところでね、で、まあ、1番ね増田陸をちょっと打線組み替えしたというところもいい方向に回ったっていうのもあるし、こう大量得点ね、このヤクルトと巨人もそうだけど、まあ途中から出ていく選手っていうのもね、打たないとなかなか大量得点にならないから、そういった意味ではね、ちょっと解説がね、難しい試合展開。で、日曜日ね、11対10。だからもうこんな試合ね、解説しろって言ってもね、もう難しいの。何がいいとか何が悪いとかじゃなくて、もう打ちまくったっていう話だからね。26日はね、まずはこの戸郷で中4日で持ってきたのがね、まあ失敗だったね。2回3分の2、75球、6安打ね、三振0、三四球、6失点と、ちょっと全体的に切れ味ね、なかったかなっていうところは、まあ、ここら辺がね、ジャイアンツの苦しいところだね。で、この26日の試合負けて、まあ、自力部位がね、巨人は、とりあえずは消滅したっていう形で、まあ、これちょっとローテーション組むの中4日は難しかったね。ね。で、まあ、その中ね、巨人が初回にね、3点取って一気に行くぞっていう形でね、まあ、1番のね、松田陸のサードフライ、落球村上、バッと。で、その後ね、センター前ヒット、ウォーカーがね、レフトタイムリー、岡本も繋いで、坂本がね、犠牲フライ、で、ポランコもタイムリーと、一気にね、このミスから3点行くんだけども、まあ、結果で言えばね、このミスをね、取り返す8回裏にね、今度は、平内がね、山崎の悪送ゴロをね、悪送球っていうところで、村上が3号でね、決勝、スリーランで勝ち越しっていうね、バットから村上、グッて。ね。っていうところで、まあ、このね、取り返した。だから、まあ、で、だから何気にね、この初回のね、裏のね、1点、塩見フォアボール、で、山崎アウト、で、山田アウト、で、村上フォアボールで、青木タイムリーヒットっていうところの、この1点ね、大きかったね。だからこのね、ヤクルトのね、やっぱこのね、交流戦秋からのね、躍動、まあ、交流戦の時もそうだったけども、まあ、素晴らしいのはね、まあ、村上が打つのはこれもちろんなんだけども、これはね、テレビ東京みんなのスポーツで言ったけども、やっぱね、1番塩見、このね、出塁率っていうかね、今日もね、1回で6回、1回3回、3回6点取るんだけどね。で、8回の、最後、村上のスリーラン。これ全部ね、出塁してんだよね。フォアボールも込みだけど。これね、村上打つのは絶対的だけども、この1番塩見のね、この出塁で交流戦でもね、この1試合3発した長打力、ね、足、走力っていうところがね、しっかり働いてるっていうところは、非常にね、このクリーンアップに向けての得点源アップにね、かなり繋がってる。で、プラスアルファ、今日もね、この5番に青木が入って、まあサンタナがね、最初入ってたけども、怪我で離脱した後の、やっぱこのね、村上を打った後は誰が打つかね、一回村上敬遠ばっかりしたでね、中村監督、金曜日のヒーローインタビューでも言ってたけどね、それで打てなくて負けたっていうところもあるけども、この試合もね、初回村上フォアボールね、二塁だからね、まあ一塁空いてるから歩かそうっていう形でね、最悪歩かせても OK で歩かしたけども、この5番青木がね、しっかりタイムリーをね、打つっていうところで、この5番の存在ね、まあ青木中村ね、オスナっていうか、その後ろいるけども、村上の後を誰が打つかによってね、一気に得点圏が待つっていうところではね、そういったところがかなりうまくね、働いてる。この3回のね、6点っていうところも、1番塩見のライト前ヒットから出て、まあ、山崎アウトになるけども、山田のね、レフトタイムリーヒット、まあ、これ、ウォーカーがね、ファンブルするんだけども、で村上アウトになるけども、青木がね、ツーアウト3塁からレフトタイムリーツーベース、中村フォアボール出て、オスナがね、センタータイムリー、で、長岡ライトスタンド、スリーランホームラン、ピッチャー今村に変わってね、で、こういったところの、このつながり、だから村上の後もね、グッ、非常に素晴らしい。
感じだったかな。で巨人もね7対5になった時に6回表ね、今村の代打中田がレフトへホームランで丸ホームランでね追いついて、で7回にはねチャンスを作って2アウト1、2から、代打中地がね、出てきてヒットでね勝ち越しするんだけども、7回ぐらいねすぐにまた長岡がね、内野ゴロの間に1点というね、打点を作ったことによってねまた大きかったね。だから巨人もいいところまで行ってんだけどね。で最終回もね2点重野もねセンターへ2点タイムリーツーベース打ってツーアウトに最後中田ねセンターフライで終わるんだけども、まあこの競い合いっていうところではね、まあ、ミスした村上がね自分で取り返した4番の仕事っていうのはまあ大きかったかなっていうところはあってね、結果ヤクルトのね2勝1敗で勝ち越しでした。続いては DeNA 対広島、24日0対7で広島、25日4対5で広島、26日3対4で広島、広島カープ3連勝、しかも秋山入団確実っていうねところは、ありましたけども、前祝いかっていうね。で24日ね先発、広島ね大瀬良ということで、まあ3連敗でストップっていうね、自身ね1ヶ月ぶりのね勝利っていうところで、9回106球6安打3四無四球無失点と、まあ、ストレートね力強さ戻ってきたかなと。あとこの試合ねカットボールもちろんカットボール向かってよ、でもカットボールっていうよりもフォークっていうところが低めにしっかり広角的に決まったかなっていうところではね、グッピッチンだったと思います。で DeNA 先発今永ね、5回93球8安打5三振1四球5失点と、中でね、まあ、いろんな事情がねある中で、まあ、しっかりねここまで頑張ってると思うけどね、ノーヒットノーランもしたしね、まあ、その中で広島ね初回2アウトから菊池のね、レフト前でマクブルームセンター前ヒットで、ここで坂倉がねセンターへ2点タイムリーツーベースっていうことで、2アウトからね非常にこの形になったっていうのね、グッとね。しかも坂倉ね対 DeNA 4割8分8厘と13打点、もう DeNA キラーでございます。はい。で3回もね上本のセンター前でウグサがねセンターフライになるけども、菊池がねレフトへ、2点ツーランホームランね。で4回中村もね、左中間へ、ホームランっていうところでねしっかり、得点重ねたんだけどもね、ここでやっぱ一番問題になってくるのがやっぱりね DeNA 先発の今永、やっぱ生命線っていうところは、この対角線のインコースストレートだと思うんだよね。ここをね、しっかり攻めて変化球でタイミングを狂わすっていうかね、緩急つけるっていうところだけども、このね、初回のね、この2アウトからの菊池のレフト前ヒットっていうところも、インコース狙ったやつが真ん中目に入る。で、3回の菊池のホームランもインコース狙ったのが真ん中目に入る。で、4回の中村のホームランもインコース狙ったのが真ん中目に入るっていうね。これ全部インコース狙ったのが甘めに入って、それをね、まあ、広島打線が見逃さず2打したっていうところはね、最大のグッポイントなんだけども、ここのね、もうちょっと、この対角線の精度っていうのを今永もね、この上げていかないと、やっぱそこがね、ちょっと苦しかったね。まあ、結果ね、7対0で広島の勝ちっていうね。で、25日、5対4で広島の勝ちっていうところでね、広島の先発森下ね、7回99球、9安打3三振、2四球4失点と、ちょっと気になるのはね、ちょっと肩の開きが早いんだよね。早いことによって、この軸がちょっとずれて、ちょっとボールがね、抜け気味になる。だから、ちょっと変化球が高めに入ったりとか、外狙ったやつが内に入る。どっちかっていうとインコースになった方が右バッターのいい制球がいくっていうねところもあるけども、その抜け感っていうところがね気になる。まあ打線の援護もあってね4失点したけども、まあしっかり勝って、まあ勝ちがつけばね次に向けて非常にねいい調整できるんで、まあ次に向けてねちょっとこれ気になるからね修正してもらいたいなと思いますね。で DeNA 先発浜口ね、4回93球6安打3三振3四球1デッドボール5失点と、こちらはね浜口は頭めっちゃ振るんだよね。もうこれがすごい気になる。頭めっちゃ振って体下げてこうなるんだよ。でこうなってこっから投げるから、それは引っ掛けたり抜けたりするよね。だからもう頭のね振りっていうのをもまあ振るのは仕方ないけど、もうちょっと抑えていかないとそれで制球できてないんだよね絶対的に。だからこうね顔のねこの振りっていうのをね、まあ癖だろうけども、もうこの顔振るだけだっていいけど、振ってこう体ごとこういってこう手が離れるんでね、これがめっちゃ気になるから、そこら辺はちょっとね修正する必要あるかなと思います。で DeNA はね、2回表ね牧がセンター前ヒットで、宮崎がね、フェンス直撃のツーベース2、3塁になって、大和がねレフトへ先制タイムリーヒットで、ノーアウト1、3塁からね、桑原のショートゴロの間に、まあ、1点取る。もうね守備陣ちょっと下がってたからね1点 OK ということで、いい形でね2点 DeNA はね先制したんだよね。でその中で
こう広島はね、取られたらすぐ行くぜっていうところでね、5回表先頭ね森下からだったけど、ワンアウト取ってから、野間のねレフトへツーベース、ウグスアウトになって、ツーアウト三塁になってから菊池をねレフトタイムリーツーベースで1点返して、こっからよ浜口、マクブルーム坂倉に連続フォアボールで、ツーアウト満塁になって上本に押し出しのデッドボール、もうこの時らへんとか球振ってこうなってやばかったからね。で、ツーアウト満塁になってから中村がね、ライトへの勝ち越しタイムリーヒット。で、これだけで終わらなくて、ツーアウト一三塁から初期がね、レフトへタイムリーヒットっていうところでね、一気に5点。これは大きかったけど、フォアボール、フォアボール、デッドボールからね、これがなかったらね、全然違った形。でも、DeNA も、この5点取られたけど、そのすぐその裏にね、楠本のフォアボール。で、佐野がね、レフトへツーベースヒット打って、ノーアウト二三塁から、牧のね、内野ゴロの間に、1点っていうね。で、その後ね、この宮崎がね、サードゴロ、初期がね、悪送球して、ワンアウト2、3塁になるんだよね。ここで、1点欲しかったね。その後、大和がね、サードゴロ、で、桑原三振っていうところでね、まあ、ここ森下がよく踏ん張ったんだけども、ここでもう1点でも取ったら状況ね、大きく変わったかなと。で、その後ね、カープは、4回、5回、6回、7回、8回、9回、全部無得点終わるんだけども、まあ、5回もね、ツーアウトからも坂倉、上本が連続ヒットだけど、中村がね、アウトになったりとか、するけども、で、8回もね、ピッチャー一斉に変わって、上本がね、ツーベースで出るけども、中村バンとして、ワンアウト三塁から代打の初、で、松山三振。で、代打の長野も三振っていうところで、ここら辺でね、もう1点ね、欲しかったね。まあ、勝ったからね、良かったけどね。で、9回にもね、ピッチャーエスコバーに代わって、野間がね、レフト前。で、コツのバント。で、菊池がね、レフト前で、ワンアウト1、3塁から、マクブルーム、坂倉がね、点取れないっていうね。まあ、この、よく踏ん張ったけど、こう勝ちたかったね。で、DeNA はね、7回裏、先頭ね、海老名フォアボールで出て、ワンアウト2塁からね、佐野が繋いで、牧がね、犠牲フライで1点。で、1点差まで追い上げるけども、結果的にはね、森下の後、森浦ね、栗林っていうところがしっかりリレーしてね、逃げ切るっていう形で5対4でね、広島の勝利っていうね。で、26日ね、4対3で広島カープ勝って3連勝になるんだけども、ここでね、やっぱりこの、ヤクルトね、3連戦で大瀬良、森下、栗本って言って3連敗したけども、この次のカードでこの3連勝っていうのは非常に大きかったかね。まあ、栗がね、7回108球、6安打6三振、無四球、1デッドボール1失点と、このインコースの通信向け、非常に良かったね。打たせて取るっていう形でね、しっかり食い込んでいきながら低めの変化球っていうね、ところで非常にいいピッチングできたかなと。まあ、森浦、倉林ってね、失点したけども、栗林で、ね、ちょっとこう、まあ、こうな、後傾して投げるんだけど、後傾しすぎかな。だからちょっと球離れが早くて、球が多分見やすくなってると思うんだよね。だから、後ろ、体重こう乗っていくんだけど、これぐらいでいかないと、こうなるのだけやめてほしいの。これぐらいでいってほしい。我慢しながらね。そこら辺ちょっと気になるかなっていうね、ところはあったけども、初回ね、DeNA がいい形でね、このワンアウト三塁からね、サロンの内野ゴロの間にね、しっかり海老名がね、帰ってきて、でも6回にね、マクブルームの逆転タイムリーツーベースでね、で、8回表に小園のスクイズ、あれ見事だったね。いい感じでね、スクイズ決めて3対1で、このままね、リリーフで行くかなっていうところでね、まあ8回裏ね、森浦から、小原がね、ツーベース。で、佐野レフト前で、ノーアウト1、3塁からね、負けアウトになって、で、宮崎フォアボール。で、大和がね、ここで、代打大和がね、タイムリー打って。まあ、DeNA はね、ここで、もう1点、このね、ワンアウト満塁、代打伊藤三振ね、で、太田センターフライ、ちょっと結構いい当たりだったけどね、ここでもう1点取れてたね、取ってたらっていうね。で、9回裏もね、佐野に同点タイムリーツーベースっていうところをね、打たれて同点になるけども、12回にね、最後、松山の犠牲フライでしっかり勝ち切ったっていうところではね、この粘り強さあるけども、若干ね、まあ森浦とね、栗林もその前に良かっただけにね、まあこういう時もあるさっていう、でもこうね、打たれたとしても、その後ね、きっちり勝ち越してね、逆転されてれないっていうところは素晴らしさ。しっかりそれをものにしたらね、悪いなりにも次のね、回復から向けて修正できるんでね、そういったところはいい形の勝ち方になったかなと。まあ結果ね、広島カープの3連勝でした。続いては、阪神対中日。24日6対4で阪神。25日10対0で阪神。26日6対5で阪神サヨナラ勝ち。結果、阪神の3連勝になりましたね。で、24日ね、6対4で阪神っていうところで、中日はね、4番木下以外、全員左並べてね、青柳攻略、向けて攻略するもっていうところだね。
まあ、青柳ね、先発7回3分の1、103球、9安打8三振、1四球、1デッドボール、4失点と。で、中日先発大野、6回93球、7安打2三振、2四球、4失点。まあ、こちらはね、この2回青柳のね、タイムリーが痛かったね、あれ取れたね、ピッチャーゴロ。あれが、センターに抜けてない2失点っていうのはちょっと大きかったかなっていう中でね、まあ、阪神はね2回2アウト満塁でね、さっき言ったね青柳のセンター前ね2点タイムリーになるけども、この大野取れたっていうところと、その前にね、まあ、2回佐藤輝がねセンター前ヒット打って、大山アウトになって、糸原ライト前ヒット打って、ワンアウト1塁でね山本がセカンドゴロ打つんだけども、これダブルプレー取れたね。中日はここでダブルプレー取ったらもうそれで終わってたんだけども、まあ、その後ね坂本フォアボールで、ね、まあ、山本が盗塁してね一塁空いてるからフォアボール OK っていうところで、まあ、満塁にして青柳のねセンター前取ってたっていうところと、ダブルプレー取れた、これがね多分ねこの試合の中日が負けた一番のキーポイントだったと思うね。で中日もねすぐ、3回の表にね強打デッドボールで大野がバントして、で大島ねセカンドゴロで、2アウト3塁から岡林がねライトへタイムリーツーベース、で石岡がレフトへね昇格してすぐの3番石岡同点タイムリー、7年目にしてプロ初打点、グッツナイスバッティングね。ここで一気に同点に追いついて、大野がね先発ということで、よしいけるぞってなったところでね、阪神はね6回裏ワンアウトから近本センター前で、佐藤がねライトへツーベースで、ワンアウト2、3塁になって、大山ね敬遠で、ここでね満塁ワンアウトから糸原がねレフトへ2点タイムリー、ガーッ。だからねやっぱこの今のね西武の山川とかヤクルトの村上とかっていう中でね、この阪神もね大山の次をね誰が打つか、その次のバッターがどれだけ効果的に打つかによって大山を生かすことにもなるし、チームの勝ちに結びつくっていうね、この糸原の打撃っていうのは非常に素晴らしかったかな。で中日はね8回表岡林がねセンター前で、石岡ライト前で、木下バントで、ここで代打ね三ツ俣ワンアウト2、3塁からねセンターへ同点タイムリーヒット、グッと2点ね。ここで同点に追いついて、よしっていうね。まあ、この後ね、ピッチャーね、岩佐に代わって、ワンアウト二塁からね、二塁走者代走ね、加藤。このね、溝脇のピッチャーゴロ、岩佐がね、若干一塁側を取って、ナイスフィールディング、グッと。これね、1、5、4、ね、セカンドランナー加藤ね、タッチアウトにするんだけども、まあ、ね、加藤からしたらね、こう左側、ね、セカンド方向に飛んだから走ったんだよね。それ、岩佐がナイスフィールディング。あれは大きかったね。それで封殺にして、でもその後ね、高橋周平のサードゴロ、エラー、バット。あと、言い忘れた。これね、書いてるやつで。その岩佐のね、フィールディングで、1、5、4、タッチアウトになるんだけども、この時のね、糸原、サード。で、セカンド、山本のランダムプレイ。グッと。すぐ、ね、打者走者を、セカンドまで越させないでパンパンパンってね、あのタイミングの良さ見れる人見て、完璧なランダムプレーね。このアウトっていうのはまあ非常に良かったけども、その後ね糸原サードゴロ、高橋のねエラーでね、強打がレフトフライっていうところでね、その後ね強打がレフトフライで、ここでねもう一押しできたらっていうところがね、中日の勝ちを最後逃すところになったかなと。あと言い忘れてたけども、中日のね8回表の攻撃、ワンアウト2、3塁から三ツ俣がねセンター前ヒットを打つんだけども、石岡のナイス走塁本塁へ、ガッ。これねキャッチャーね坂本ちょっと後ろに引いてからタッチしに行ったから、多分タッチする前に足が入っちゃったんでね、あれはねベースの前で取ってたら多分ねアウトにできたと思うんだよ。あれね引いたのが失敗、あれ前でタッチしてたら多分ねアウトにできてたから、そういった面ではねそのポジショニングっていうところがねちょっとミスだったね。逆に石岡はグッソーリーだったね。これ忘れてた、褒めたかったところです。8回思ってね、でまあそこでもう強打がもう1本打ってれば逆転っていうところでね、まあそこでピッチャー岩佐もねしっかりね抑えたかなっていうところはあるけども、阪神はね8回裏ピッチャー清水中日ね変化球高め浮いちゃったね。そこをねしっかり連打でね物にされたかなと。まあ佐藤輝がねレフト前ヒット、大山ヒットでね、ノーアウト1、2塁になって、糸原がね送りバント、ここでワンアウト2、3塁から山本に変えてね代打糸井で、ここね敬遠策にされて、で代打ね高山三振、これで終わったかっていうところで代打梅野ね勝ち越しの、タイムリーヒット、ガッと梅野代打、もう代打構成糸井高山梅野っていうね、最後のインボネがね打ち切るっていうところでは梅野でグッパってね、そういったところではね、この
中日も勝てるチャンスあっただけにね、でもね、しかも青柳も攻略したけどもね、そのリリーフのね、青柳から、リリーフになったこの湯浅のねプレー、そしてピッチング、グッド。で、最後言わせるけどね、まあ、ピンチも作るけども、まあ、抑えてっていうところで。で、まあ、このだとね、もう一度気になったのが、中日ね、初回、大島のホームシール、アウトになったけども、グッド。ああいうのね、やっていこう。まあ、あれがプロ野球を見せるホームシールもいいじゃん、やっていけばね。しかも、もうちょっと夢あるね。俺はね、あれアウトとかセーフとかっていうよりも、ああいうチャレンジ、グッド。だと思います。ホームシールね、アウトになったけど、見応えあるところでしたね。で、25日ね、10対0で阪神というところで、阪神先発伊藤ね、8回115球、9安打5三振、無四球、1デッドボール、無失点と、まあ、右にね、右バッターのインコースにストレート、カット入れて、外にツーシーム、チェンジアップ、この基本の投球っていうところが非常にね、グッピッチングできたのと、左バッターにもインコースにツーシームしっかり投げて、外にカットボールっていうね、右左ね、しっかりインコース投げて、外にっていうね、この基本的な精度っていうところの高さ、素晴らしいピッチングだったかなと。先発はね、あとは打線はもう、先発、全員安打っていうところでね、ホームラン0本なのに、この10点取って打線のつながりっていうところは非常に良かったかなと。もう1回ね、言っとくで。もうこれはね、もうこういうのもね、解説しようがない。もうね、1番中野、グッド。2番島田、グッド。3番近本、グッド。4番佐藤、グッド。5番大山、グッド。6番糸原、グッド。7番小畑、グッド。8番梅野、グッド。9番伊藤、グッド。全員安打です。10点です。逆にね、もうドラゴンズ、まあ、もうこの4回までにね8点というところでね、まあ痛かったかなと。まあ、唯一ね、言えば初回ね、立ち上がり、ワンアウトからね、岡林、がヒット、で、郡司デッドボールでね、ワンアウト一塁チャンスで、マルティネス阿部がね、アウトっていうところで、ここでね、1点取ってればっていうね、ところの序盤の展開はありましたけど、あと2回もね、ワンアウトから木下のね、時に、中野のね、ファンプレーラー、バーって、ね、で、高橋センター前で、で、ここね、福谷、送りバント失態、で、大島がね、ピッチャーライナーでね、アウトっていうところ、だからチャンスは序盤ね、作ってんだよね。だから、でももう一本ですね。で、3回表も、岡林がね、糸原ファンブル、バーッと。ね。で、郡司センターツーベース打って、ノーアウトね、2、3塁になってからの、アリエル・マルティネス、阿部、三ツ俣がね、最後、得点しきれないっていうところでね、この1、2、3回無得点だったっていうところがね、このドラゴンズの一番の敗因だね。で、その後もね、4、5、6、7、8と、毎回ね、ヒットを打ってランナーは出すんだけども最後の1本出ないっていうね、伊藤はその最後の1本を打たさないっていうね、ところではね、最後の非常に粘りっていうのはね、伊藤にグッバイが上がっただけで、ドラゴンズもね、勝てるチャンスは十分あっただけに、この序盤の 1,2,3 回でね、決勝打を打てなかったっていうところが、まあ一番のね、敗因かなっていうところですよね。で、26日、6対5でね、阪神の勝ちっていうところで、初回ね、この攻撃、阪神はね、中野レフト前で、島田の時に盗塁で、ここでね、島田がライト前で、ノーアウト一三塁から近本がね、タイムリーヒット、佐藤輝アウトになるけども、大山がね、タイムリーヒットで一気に3点っていうね、この序盤の3点っていうところがね、非常に痛かったかなとっていうところになると思ったんだけども、4回の表にね、中日は岡林ヒット、溝脇アウトで、アレルマネチェンスがタイムリー打って、阿部、石岡がね、ヒットにつないで、ワンアウト満塁から高橋周平がね、レフトにタイムリーヒットで同点っていうね、だからこの試合はね、最後欲しいところで出て、で、5回表ね、ワンアウトから大島ツーベース、岡林フォアボールでね、で、水脇の時に、セカンド糸原エラー、パーッと。ね。で、アレル・マルティネス、ね、センター犠牲フライで、この勝ち越しの1点っていうね。で、7回に、柳のね、レフトへのツーベース、二刀流っていうね。で、大島バンとして、岡林がね、ライトへタイムリー。この時点でね、5対3、5対3になって、このままね、ドラゴンズ勝ち切るかっていうところでね、ピッチャーロドリゲス、ね。8回、まあ、エラーの糸原がね、内野安打で出て、で、ロハスがね、レフト前ヒット、ノーアウト1塁からね、梅野がバント。で、糸井がね、アウトになるけども、1番中野のね、レフトへね、同点タイムリーっていうね、このしぶとさとね、こういうしぶとさがしっかりね、このものにしていくっていうね、で、9回ね、熊谷、さよならヒット、ね、さよならヒットっていうところで、ヒーローインタビューでもね、みんなさ、打たないと思いましたけどっていうね、まあ、俺も岡ちゃんのね、2010年、日本シリーズで最後ね、岡ちゃんが決勝、日本一を決めるね、決勝点のスリーベース打った時は、俺がアウトになってね、ベンチ、
次の回どうしようかなって思ってて、岡ちゃん打つと思ってなかったからね、打った瞬間ビビったけどもっていうところもある中ね、まあ、ちょっとこの試合ねしっかり見れてないんで、なかなかね詳しい解説できませんけども、このね序盤はね、この終盤でね逆転されて、なかなかね調子も上がらなかった阪神がね、こういったところで終盤ねしっかりものにできる強さっていうねところができたことによって、ここからグッと上がっていきそうなね予感もするし、まあそれをね、支えてるのが、まあ湯浅ね3安打ね終盤打たれて危なかったですけども、結局ね無失点で抑えたりね、岩崎っていうねこのリリーフ陣の踏ん張りっていうところもね非常に大きな役割を果たしてるんでね、まあこういったところでここね3連勝で、なって、まあ若干ねセリーグはヤクルトがね一人旅になってるところね、阪神もねこの広島もね3連勝してるんで、それね離されないでしっかりついていってるっていうところでは、このね3連勝っていうのは非常に大きかったなと思います。結果ね阪神の3連勝でした。今週ちょっと猛暑送り事項なしで、もうちょっと頭の思考が回らないんで、なんか猛暑送り事項なしで12球団の皆さん頑張っていきましょうね。さあ続いて最後にですね、ベストナインの発表していきましょう。パリーグからピッチャーオリックス田島無四球完封、キャッチャーオリックス若月猛打賞2度の大活躍、ファースト西武山川ホームラン200号は通過点、史上最少試合での達成です、セカンドソフトバンク三森青森山田高校、サード西武ジャンセンテキサスクリスチャン大学出身、ショートオリックス紅林 X、 レフト楽天島内五六、センター日本ハム松本安定だ帝京魂、ライト西武川越高手グッド、 DH オリックス吉田打てば勝つ、リリーフ西武のリリーフ陣水上平増田、防御率0点台トリオグッド、セリーグピッチャー広島大瀬良無四球完封、キャッチャーヤクルト中村週間10打点、ファースト阪神大山上位進出へキーマンです、セカンド広島菊池週間全試合ヒット、サードヤクルト村上三冠王へ、ショート阪神中野2年目のジンクスはナッシング、レフト巨人ウォーカー13安打週間エアウォーカーナイスキャッチ、ダイビングナイスキャッチ、センター阪神近本週間12安打素晴らしい3番です、ライト DeNA 海老名全試合週間ヒットです、頑張れ海老名、リリーフ阪神湯浅1勝3ホールドは素晴らしい、ナイスフェルディング、はい、ということでね月曜日の総チェックお伝えしましたね。今週もね、あ今日もねソフトバンク対ロッテがありますけどもね、今週もどんな戦い見せるのか、ヤクルト独走さすのか、ストップかけるのか、コンパ抜け出すのは誰かっていうところでね、皆さん今週もプロ野球楽しんでいきましょう。それではグッドウィーク。